広しいアイランドニュージーランド海食堂の上部が崩れ、天窓ができたモノ海食堂とは、波浪による侵食で海食垣に形成された洞窟のこと。常用漢字を用いて、海食堂とも表記する。海に面した陸地では、波の侵食作用で岩が削られ急な崖が形成され、さらに岩質が弱い部分では波による侵食が進み、発色窪や海食堂が形成される。 浸食部分のうち、幅より奥行きの長さが長いものを海食堂と言い、奥行きより幅の長さが長いものを破色窪という。水面近くに形成されるものは、干満の具合により、波が来るたびに道内の海水と空気と一緒に吹き出すことがある。これを潮吹き穴と呼ぶ。また、海食堂が沈降した場合、海底洞窟ともなる。 海食堂の中には岩を貫通し、トンネル状になるものもあり、これを海食道門と呼ぶ。人が居住使った例もあり、道内に古代の生活は跡が残されていることもある。これらの場合、その多くは隆起によって満潮時の水位より上に洞窟が持ち上がったものがほとんどである。青の洞窟イタリアカプリ島、イケル洞門福井県小浜市か、 アラドーモン兵庫県新温泉町七津鎌佐賀県、唐津市 AB 海岸の地形国土地理院、2017年2月6日、閲覧。ありがとうございます。